ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は懐かしのプロレス会場田園コロシアムについて触れてまいりたいと思います。田園コロシアムは1936年にオープン、力道山時代から主に夏場を中心にプロレス興行が行われてきました。最初に田園コロシアムでプロレス興行が行われたのは1959年力道山対ミスターアトミックのインターナショナルヘビー級選手権です。その後1968年には BI 法対ブルーノ・サンマルチのレイ・スチーブンスのインターナショナルタッグ選手権試合、1971年にはジャイアント・ババ対フリッツ・フォン・エリックのインターナショナルヘビー級選手権試合がそれぞれ行われました。そして1972年にはアラビアの怪人ザ・シークが来日、坂口誠二が迎え撃ちました。1977年には雨の中ツータ対マスカラス戦が行われ、この年のベストバウトを受賞しています。翌1978年はマスカラス兄弟はババ・ツータのインタータックに挑戦、夏はマスカラスというイメージを定着させました。1980年はビューティーペアブームに乗り、全日本女子プロレスが田園コロシアムに進出しました。1981年新日本プロレスが田園コロシアム初進出、アンドレ対スタンハンセン戦が話題を呼び、田園コロシアム史上最多の 13,500人を動員しました。1984年5月には全日本プロレスでツータ対ケリー・フォン・エリックの NWA 世界ヘビー級選手権試合が行われました。そして同じ年の8月には新日本プロレスでアントニオ猪木復帰戦が行われました。1984年8月、田園コロシアム最後のプロレス興行を行ったのは全日本プロレスでした。新日本プロレス興行が手掛ける全日本プロレスの興行として話題となりました。数々の名勝負を生んだ田園コロシアムは有明コロシアムオープンと同時に閉鎖となりました。なお田園コロシアム跡地にはドレッセ田園調布プレゼンスというマンションが建っています。そのマンションの隣には田コロ児童公園が作られ、田コロの名前が残されています。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。今回は田園コロシアムについて触れてまいりました。ハヤトマッハプロレスワールドでは懐かしのプロレス会場をこれからも触れてまいります。乞うご期待ください。